皆さんこんにちは、フルタイムダディの聖太です。僕たち3人はこのキャンピングカーに乗って日本を旅する家族です。この生活を始めて1年が経ちました。不便なことももちろんありますが、便利だなと思うこともあるんですよ。中でもですね、荷物の受け取りなんかはすごく便利です。割と週1回くらいはネットで注文したものを受け取っています。その方法の一つとしてよく使っているのが、これから行く旅先にある運送会社さんの営業所を使う方法です。今日はこれからですね、佐川急便さんの営業所止めにしてもらった荷物を取りに行きます。こんな方法はですね、この生活を始めるまでは知らなかったんですけど、とても便利です。今日もお目当ての荷物ちゃんと届いてました。はい、座ってください。はい、座ったよ。じゃーん、ワクワクする、ね、ワクワクする。インスタ360っていうさ、お、結構でかい企業だよ、うん、カメラの、うん、それのコラボレーションとしてさ、うん、カメラ送ってきてくれたの。わわかる、言ってる意味。ばあちゃん見たい、うん、見たいでしょ。手つぶってたって。手つぶってて、じゃん。わー、すごいでしょ。これと、待って、まだまだあるまだあるまだある、まだあるって、もう一回やって。じゃん、なにそれ、なんだろう、これ俺もわかんない、なんだろう、なにこれ、くの字みたいな。あ、まだある、まだあるやんの。じゃん、なにこれ。あ、なんかスクリーンプロテクターだから、あ、傷つかないように。あ、まだある、なに、あ、まだやろ。じゃん、ちっちゃー。なにこれ、メモリーカード。なんかすごいね、1個しかないと思ったらこんないっぱい。ほんとだ。え、どういう意味、どういう意味。これがカメラで、これがカメラ、三脚みたいな感じ。三脚はね、でプロテクター、うん、あ、これはあれだ、メモリーカードだね。こんなちっちゃいんだね。マイクロ SD、 あ、でも 128GB、 結構ちゃんといいやつだね。プールの中もできんじゃん。壊れないんだ。壊れないんだね。あ、でもね、見てみる。うん、見たい。いきます、せーの、じゃん。あ、電源ついたよ。電源だ。電源ついた。あ、English、Chinese、あ、日本語選べるね。日本語にしとこうか、じゃあ。こっちも開けてみるよ。うん、いいよ。じゃん。うわー。なにこれ。あ、これが伸びんのかな。そういうことね。ちょっと開けてみて。じゃーん。あ、これあれだ。何？クイックリリースマウントって言ってさ、うん、これが一番俺すげえ欲しかったやつ。あ、ここに書いてある。これがあると、わー、いろんなところにすぐ装着できてさ、わー、何これ。これなんだ。ここに貼るんじゃない。あ、で、これ押すのかな、これで。携帯屋さんみたいなやつ。そうだね、ずっと使ってたカメラ、アクションカメラがさ、やっぱりちょっと古い方だから、うん、新しいの買おうと思ってたの。うん、充電がないのか。充電がないのかも。充電すぐできんのかな。一番のこれもずっと見てたんだ。で、これいいなと思ってたの。紙の照らして、そしたら一番、そしたらこの話来たからさ。すごいね、照らしたらラッキーでしょ。ラッキー。この液晶？うん。ここはさ、こっちさ、こうなんだ。すごっ。あ、で、これ見ながら撮れるってこと？そうそうそう、こうで自撮りこうできるの。いいね。今までのやつってさ、ここにさ、ちっちゃいカメラがあってさ、ちっちゃいのがね、あって、なんか見えなかったじゃん。見えなかった。撮れてんのか撮れてないのかね。イエーイ。あとこれ、1.3 分の1センサーって言ってさ、センサーがすごい大きいのよ。暗いところとかでも、綺麗に映るの。ずっとこういうアクションカメラってさ、暗いところに弱いってイメージあったから、あん
まりいつも使ってなかったじゃん、暗いところで、うん、で今度からこういうがあれば、うん、夜景の綺麗だから暗いところでも映るんだ。こえちゃん、暗いところでも映るんだって。知らなかったね。知らなかったね。ライカって知ってる？うんうん、わかる。機能があるでしょ？カメラでしょ？カメラ、うん、そのライカと共同開発してるっていうところがすごくて、カイトル、カイトル？あ、ほんとだ、ライカ。ライカってなんかほら、ちびまる子ちゃんのさ、あ、そうそう、たまちゃんのお父さん。そうそうそう、そうそうそう、たまちゃんのお父さん。ライカライカ撮ってるよね。そうそうそう、あのライカ。あのライカね。で、いろいろ調べたんだけど。ママのお腹が出てきて、びっくりしました。それはリカちゃん、やめてよ、やめてあげてよ、それは。なんでそれ。だって、ママが言いました。びっくりしたよ、ママならね。ママは、びっくりしちゃって。これ、あれだな、アプリをダウンロードして、アクティベーションしてみて、ね、ちょっとこれでやるか、アクティベーション。やってみよう。あ、見て見て見て、あ、三脚になってんだ。わわわわわわ、見て、コアちゃん。何これ、え、すごいね。初めて見たね。超便利。超便利じゃん。超便利じゃん。超便利でしょ。超便利だね。これだって、これ三脚にもなるし、これをおじいちゃんもこうして言いました、言いました。このクイックリリースマウントをつける。カメラをスポンサーで、あ、それでもつくの、これは、はい、こういうことです。おー、おー、これもほらクイックリリースだからさ、こうやってってすぐ撮れる。あ、すごい、やってみよう。キツキキツキで、ここ押しながら撮るだけ。そう、簡単だね。いろんな多分角度で、さあさあ、こっちさ、こうやってこうやって追い抜けながら撮れる。なるほど、なるほど。これなんだろうな、これ。本当だ、爪みたいなものね。これは、例えばこういうとこで、こういうことです。お、見て見て、母ちゃん、これ自由自在に考えられてんね。上はできんの？上もどこできるよね、こうやって引っ掛けてさ、こうやってやって、こうやってやって、ほら、あ、本当だ、見えて、こう、あ、すごい、見て、見て、母ちゃん、分かってるんだ。すごいね、これ便利。いや、ちょっと嬉しいわ。すごいね。いや、とにかくこの暗いところで撮れるっていうのと、うん、本当にこうブレが生じても全然こう、あ、スタビレーションってさ。じゃあ車の中でも結構揺れずに撮れるのかな。そうだね、やっぱ車に置いといてもおそらく大丈夫でしょう。あ、これ欲しい。あ、じゃあさ、夜のさ、ママ開けて、温泉街とか、あ、いいかもね。撮ってみようか。いいね。すげえ。すごいね、まあ、じゃあ見て、もう一回言ってごらん、名前なんだっけ。いいさ、それよね。惜しい。惜しい。もう一回。360。360。お、できた。できた。インスタ。360。おお。できた。もういいね。それはいいね。でも私でも撮れるんだよね。もうできると思うよ、うん。なんかね、難しくないんで、こういうのって。意外と。でも携帯より簡単なんじゃん。うん。ちょっとさ、見えるかもしれない。見えるかもしれないね。手のひらを顔の横ぐらいまで持っていく。で、開始されたら手を下げる、うん、で、ストップするときはもう早く、うん、ちょっとなんか、かいちゃんがちょっと手、あ、できた、始まった、できた、手を上げると映るんだ、映った、もう一回手上げてみて、もう一回手上げる、止まった、もう始まった、取れた、取れた、やろう、誰でも行くんだ、行くよ、始まった、全然始まんないね、なんでなんで私ダメなの、行くよ、
全然始まんないね。なんでだろう、右手だから関係ないよね。ひどい。いくよ。もう始まった。赤くなるんだね、録音中はね。すごい。結構でも離れてても、ミミちゃん取れるか。じゃあさ、なんか全然知らない人がさ、こうやってやってたらさ、撮っちゃうのかな、遠くで。そういうことだね。とかさ、こういう風にやってる人がいたらさ、そういうこと。撮っちゃう。すごい。おー、なんか、おばあちゃんが使いこなしてるね。うん、画面が綺麗。綺麗、綺麗。でね、あれやってみたいんだけど。あ、あれか。あれやります？うん、あれやりましょう。おー。これ見やすいね。見やすい。携帯よりいいかも。いいね。で、こうやって歩けるんだ。そうだ。映りいいな。綺麗綺麗。綺麗に映るね。せいちゃん、さっきの見た。なんか俺黒くない？黒い。あのね、おばあちゃんも結構黒い。痛い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 。おばあちゃんも結構黒いんだよ。ママは？ママも黒くなっちゃった。すごい焼けてない？焼けてる。おばあちゃんもね、映りいいとこんなに。黒く映るんだね、ちゃんと。じゃあこれでちょっと旅撮るから、今日行ってきますしよ。楽しみ。行ってきまーす。また今度ね。あ、手振ったからダメになっちゃった。あ、そうだ。じゃあね、行ってきまーす。またね。また今度ね。またね。出発。で、こうやって。もっと。いや、いいわ。いや、厳しいわ、ほんとこれ。はい、行こう行こう行こう。出発出発。すごい木造のさ、その旅館が立ち並んでて。
さ、そのライトアップされてすっごい綺麗なんだよね。千と千尋の影隠しのさ、あのお風呂屋に行く橋あるじゃん、赤い。はい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 、あれのとこなんだよ。はいはいはい、それのこと。おお、明るいね。すごい綺麗じゃん。綺麗だね。そう、これピュアモード。ばあちゃん、ライトいいね。この自撮り棒が長いから。ほら、すごい綺麗に映ってる。明るいでしょ。こっちかな、橋が千と千尋だね。なんかさ、こういう状態って見たことないよね。綺麗だね。
おお。あーすごーい。せいちゃんこれが帽子。そう帽子。せいちゃん。でこれね、せいちゃんラブユーって書いたんだよね。すごい書いてくれてるじゃん。ありがとう。いいよ。じゃあ。ピースばっかりしない写真。階段が続きます。ちょっと疲れてきちゃった。これが鍵かな。あ、いいじゃん。おはよう。眠いね。せいちゃんの顔だけ。出かけたら離れましょう。せいちゃん、出かけたら離れないの。あ、そうか。かわいいじゃん。ミリだけだよ。ミリだけだよ。なんか、2歳の時、おみり。
ちょっとちゃん持ってよかママ。大丈夫。6時50分、急げ急げ。
ないですよね。作り方を覚えますか？これは、これスイカ。スイカ。を取って、はい、これカットして、うん、これを真ん中からこう。これこうなんか。こっちは見やこんな。これを取る。熱湯がこれのやる場合はこうやって。着いた。着いた。やばい、急ぐ。油を引いて。キクラゲ入れよう。これさっき石巻で買ったやつ。このうん、イタリアだと家庭料理、うん、家で作ってるよ。イワシで、うん、イワシでね、まあ、南の方の料理だよね。シチリアとか。そうそう、こういう緑ナス、白ナスとかはさ、うん、すごい焼くとトロトロになるね。縮まるから。こんな感じ。で焼いちゃいますね、はい、オーブンで。オーブン今日は外でやろうかな、うん、電源使えるから。
鍛えたらさ、動きながらさ、料理できるでしょ。これでやってみよう。あ、めっちゃいい。すげえもちもちして美味しいんだ。台風から逃れながらたどり着いた東北、今回もね、とてもいい旅になりました。欲しかったカメラもですね、こんなコラボレーションという形で使わせていただいて本当に光栄です。もしですね、このカメラ気になる方がいらっしゃいましたら、概要欄の方にリンク貼ってありますので、どうぞご覧ください。コードを入力してぜひスペシャル特典も入手してくださいね。いろんな撮影もできちゃうので楽しいですよ。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。